島添大里城は、現在の沖縄県南部にあった城である。別名を、大里城。2005年まで損した、自治体の大里村の村名は、このグスクの名にちなむ。現在は、廃墟となっているが、2012年1月に、国の史跡に指定されている。島尻地域の東半分を支配下に置いた、島添大里味の居城であったが、佐々木グスクにあった。 小橋によって1402年に落城し、以後は第一直氏の勢力圏に入った。直氏時代は、利休として少なくとも15世紀中頃まで使用されていた。首里城と並ぶ壮麗な宮殿であったという。1683年には、真の作法師が廃城した王佐都城を訪れている。ナムサン王国国王の居城とされるグスクの一つ。他に、 南山城説があり、見解が分かれている。沖縄戦では城内に陣地が置かれて、建築資材に城壁が転用され、米軍の攻撃も相まって大きな被害を受けた。戦後も復興資材に使われた結果、大半の遺跡は消失した。1961年に、米軍の資材供与を受け講演事業として、展望台や、 コンクリート道が整備され、その後施設のグスク公園が建設され、島尻地域唯一のレクリエーション施設として賑わったが、定石は一部改変された。平成2年度から発掘調査が始まり、戦後の公園事業の構造物を撤去しながら整備が進んだ。2012年1月には国の指定施設となった。ありがとうございます。